痛み止めをうまく使わないといけない。痛み止めを使うタイミングの方がすごく大事かなと思ってて。はい、整体復活院長で理学療法士の松田啓太です。どうもご覧いただきありがとうございます。この動画では3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して痛みが戻ってしまう、もしくは根本的な解決ができていない、そんな患者さん向けに撮らせてもらっている動画になります。なのでもしね、あなたが3件以上の病院、整骨院、整体院に行っても痛みが改善していない、もしくは痛み止め、湿布をやってですね、痛みをごまかしている、そんなあなたであれば、ぜひこの動画見ていただければと思います。松田さん、はいよ。さっきも言ってたんですけど、湿布、痛み止めで痛みをごまかしてる言ってますね。痛み止めって結局どういうものなんですか？あー、確かに結構痛み止めのことあんま知らない人多いですね。それで痛みをごまかしてるのって、結局そうダメなことなのかなっていうのが分からなくて。ダメだよちなみに痛み止め飲むと何が悪いと思います？痛みをごまかしてるから悪くなってるのに気づけないみたいな。ああ、はい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 、いい線いい線、もうずっと動画撮ってるだけあるその通りですね。痛みごまかしてる。じゃあ痛みごまかして何が悪いと思いますか？そこがちょっとわからないですね。あー、オッケー、わかりました。これはすごくいざとシンプルで、よく私は火事の話するんですよ。サイレン鳴ってるじゃないですか。ウェーンってサイレン鳴ってます。サイレン鳴ったらどうします？止めようとしますね。止めようとしますよね。音がうるさいな、ここ、あ、止まった止まった、そしたらまた音鳴るんですよ。ってなります。どうします？もう一回止めようとしますね。もう一回、止まった止まった止まった、さっきより速くなったぞ、止まったぞ、みたいな、いわゆるこう音が鳴っちゃ止めて、音が鳴っちゃ止めてしてるじゃないですか。これってどう思います？ダメなんですか？バカ野郎どうや、小学生でもわかる。これなんかって言ったら音鳴ってるじゃないですか。で、音鳴ってるからうるさいんですけど、なんで音鳴るのって話なんですね。で、これはよく話で、音が鳴るのにめちゃくちゃ集中するんだけど、いやいや、そもそもここに火元がありますからって話なんですよね。音が気になるし、音がうるさいしっていう、こっちに集中が行くんだけど、そもそもこれ音って悪さしてるのって話だけど、悪さしてなくって、これ音があることで火事を知らせてくれてるわけじゃないですか。すごくいいもんなんですよ。じゃあ何しないといけないかって言ったら、音消すんじゃなくて、いや、音鳴った瞬間火元をって話を考えようよって話ですね。火元がどこにあるかを探していけば音鳴りやむんですよ。痛みっていうのもすごくみんな邪魔者扱いしがちなんだけど、いつも無痛病っていうね、痛みを感じない病気っていうのがあるんですよ。生まれて痛みを感じるっていう組織が麻痺をしてしまってたりとか、もともと組織としてなかったりとかっていうので痛みを感じない。ドキュメンタリーであるね、話があって、アメリカでですね、無痛病の子がいましたっていう話で、結果から言うと20歳、いわゆる20歳の時には自分で歩くこともできないっていう状態になってましたって話なんですよ。で、何かって言ったら、痛みを感じないので、例えばその子がね、野球をしましたって、野球したら1ヶ月後もう体ボロボロになってましたって、全身何十箇所も、骨折してましたって話なんですね。痛かったらみんな、いや痛いってやめるじゃないですか。痛みがないと、痛みがある中ボコボコボコやっちゃうわけですよ。痛みがあるからこそ人間の活動を止めて、それ以上やるなって言ってくれてる、いわゆるサイレンなんですよね。だけどそれを止めることに集中してたら、火元を探すことなくするじゃないですか。ずっとこっちばっかり集中してると何がいけないか、いわゆる痛み止めだったり湿布ばっかりやってると何がいけないかっていうと、火元見なくなっちゃうんですよ。この音を消そうとする回数が多ければ多いほど、なんか痛み止め飲んだけども、なんか前は1日持ったけど今半日になって、なんかこのまま飲んでるとなんか全然効かなくなって、3時間に1回飲まないといけなくなってくる、どん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 なんか短くなってくるんですよ、スパンが。火元がでかくなってるから痛みも感じやすくなってくる。これって悪循環じゃないですか。痛み止めってなんか良さそうに見えて、これって根本解決してなくて、なんなら根本のところはどんどんでかくなってますよって話。痛み止めが効かなくなった、ブロック注射した、ブロック注射してもダメになってきた、最初どうなりますか、手術しましょうなるんですよ。で、手術したくないですってくるんです。これね、前動画でも出したかもしれないんですけど、そのタイミングになってきて、じゃあできることっていうのがやっぱ限られてる時もあれば、すごく改善することもあります。でも、もうちょっと早く来ればもっと良くなったのにってことはたくさんあるんですよ。っていう時に、じゃあなんで来なかったの、痛みをどうにかできたから、いわゆる痛み止めがあったからって話なんですね。私は痛み止めを否定してるわけじゃないけど、痛み止めをうまく使わないといけない。例えば仕事中に苦しくって仕事ができない。だったら飲んだ方がいいと思います。でも、ちょっと我慢できるんだけども、ちょっと予備的に飲んでおこう。これは言ってやめた方がいいんじゃないって話ですね。いろんな関係があって、やっぱこの痛みって出てるわけですね。だから痛みの原因考えようよって話。痛み止めが悪いわけじゃない。
単発的に抑えないといけないタイミングもあれば、ちゃんと根本的に解決するっていう、このバランスがすごく大事だよって話。今回痛み止めですよね。痛み止めは何をしてるかって話なんですけど、痛み止めは大きく2種類あると思ってください。痛みのメカニズムでいうと、痛みを感じるっていう物質が出ます。そしてそれを花粉と同じみたいな感じで、痛みだよって出る物質があると。でこれがいわゆるここにくっついた瞬間、痛みとして認識するんですよ。あ、痛みですっていう風に人間が感じて、これが脳みそまで行って痛いって感じるんですよね。でこの痛みの物質と痛みを伝達するっていうところの2つが大きくある。でここを痛みを止めましょうっていう、痛みの物質をなくしていこう、生成されなくしていこうっていうものと、くっついた後のこの流れっていうのを止めましょうっていう、この2種類の痛み止めがあります。さっき言ったこの痛みの物質、痛みが出てるよ、ここ痛みが出てるよっていう、この花粉みたいなやつ、これがプロスタグランジンって言いますね。でこれがいわゆるこの痛みの花粉みたいなやつです。でこれを生成しない、いわゆる人間の体の中でできないようにしましょうっていうのが、いわゆる一般的なN サイズっていうような痛み止めの種類になります。でこっちの方が多いかな、メインとしては。ただこれくっついた後にこれを流していくっていうところの伝達を、よしちょっと遮断しましょうとか、生きにくくしましょうっていうやつがあります。でこの痛み止めのこれ止めましょうっていうのが、アセトアミノフェンっていうやつのもの、物質のいわゆる役割になります。だから2種類あって、 N サイズとアセトアミノフェンっていう、この2つの痛み止めの種類があると。ただ役割として違ってて、まあ、特徴もちょっとあります。で例えば痛みが出た後、いわゆる花粉が出た後に、さっき言ったあのこの花粉を止めましょうって、プラストグランジンってやつを止めましょう、生成されないようにしましょうっていうやつを飲んだとしても、いわゆる痛みが出た後に飲んでも花粉は散らばってるから意味がないんですよ。であればアセトアミノフェンの方が効果出やすかったりもします。いや痛みが出る前に飲むんだったらこの S サイズだったりがいいよねって話だし、痛みが出た後にじゃあこの神経の痛み感じにくくしましょうっていうのではアセトアミノフェンがいいしって話ですね。だからこう種類によって違いますけど、基本的にはこの花粉の方、ね、を減らしましょうよっていうのが一般的な痛み止めの種類だと思ってください。この、ね、痛み止めを知って行かないといけないんですけど、一番はねこの仕組みを知るというよりも痛み止めを使うタイミングのがすごく大事かなと思ってて、ちなみに痛み止めってどこで使うのが一番ベストだと思います？痛くなった時に。バカ野郎あの全然いいですよ。なんですけど、さっき言ったみたいに痛み出た時に全部使ってたら、毎回毎回痛み出た時に飲んでってしちゃえば、これ麻痺しちゃいますよね。あの大事なのは、痛みが出て何に困りますかっていう、ここがすごく大事で、痛みが出るのは私でも出ます。あーちょっと腰が今日は痛いかもとか、張ってるかもとか、お尻が痛いな、膝が痛いなとかって、ふくらはぎが痛いな、気を動きすぎたかなとかあるんですよ。だけどその度痛み止め飲んでたら、これあの消化をねビーってなってるの止めてる感じになっちゃいます。ポイントはこれは、痛みが出て何ができなくなってるか、いわゆるだいたい多いのが家事ができないとか、仕事ができない、集中できないとか、ずっと座ってるのが無理で飛行機に乗れないとか車に乗れない、まあだいたいこういうですね、仕事とか何かの活動ができなくなっちゃうことで、活動ができないといわゆる億劫になって活動性が落ちて、さらに筋肉量が落ちて痛みをまた感じやすいって状態が起きます。ただこの活動性を下げないっていうのはすごく大事なんですよ。これは整形外科だったりとか痛みの分野においてめちゃくちゃ大事って言われて、もう世界的に言われてます。何かといったら、痛みを抑えることっていうよりも活動性を下げないっていう方がすごく大事って言われてます。もうこれは世界的な医療の一番の課題になってる、活動性を下げるなと。でこれは面白くて、オーストラリアの CM でね出されたんですけど、ぎっくり腰になったら動いてくださいっていう CM を国が出したんですよ。国というかその州が、痛みぎっくり腰になったら動いてくださいっていう風にしたんですね。でこれ何かって言ったら、その方が結果1年後の健康診断、腰痛で悩んでる人の数だったり活動性っていうのが良かったし、痛みで悩む人も少なくなってましたっていうのが有意差が出てます。これ何が言いたいかっていうと、痛みが出るのはみんな出ます。ただそこで活動性を下げる、いわゆる仕事しなくなったりとかしてしまうことが一番痛みを悪化させてしまう原因だよって話です。だから活動性が下がるぐらい痛いとかであれば、痛み止めは飲んで OK だと思います。例えば仕事がもう1ヶ月間休まないといけないぐらい痛いんだったら、痛み止め飲んで動いてください。これの方が私は全然いいです。で結果的に1年後で見た時に、痛み止めを飲んでる人の方が必ず痛みは少なくなってます。逆に1ヶ月間休んだりとか安静にしてるっていう人の方が、1年後の痛みは強くなってる可能性が高いです。だから活動性が下がるぐらい痛かったら痛み止め飲んだりとか、コルセットをしたりとかしながら痛みをどうにか抑えてください。なんでかって言ったら、
活動性を上げるためです。この活動性を上げるっていうのはすごく大事だということはぜひ覚えてください。で、そのために痛み止め、湿布っていうのはいいと思う。ただ痛みが出るたびやって、痛みが出るたびやってっていう、痛みを抑えるためだけに痛み止めをやってるんであれば、これはね、私はお勧めしないです。活動性を上げるための痛み止めは OK です。痛み止めの仕組みはもちろん知るのも大事ですけど、痛み止めを使うタイミング、これをね、知っていただくことはすごく大事かなと。で、知らないっていうのも結局これ治すっていうところの弊害になるんですよ。私はね、この医療の知識ってすごく難しいと思われがちなんですけど、専門職の人でも知らないことたくさんあります。ぶっちゃけた話、専門学校だったり大学だったりとか出て専門の課程を組んでも、私やっぱ学校の勉強でほぼほぼ覚えてないです。ぶっちゃけた話、なんでかって言ったら臨床に沿ってない、いわゆる現場に沿ってないことが多いんですよね。やっぱりね、この医療の知識って難しそうに見えるけど、ちゃんと覚えていけば体系化されててすごく簡単です。風邪っていうのはこういう症状でとかっていうのを難しく考えがちですけど、すごくシンプルで、こういう風にやればいい、熱ってこういう風なメカニズムで起きるんですよ。そういうのをね、今回届けさせて、この動画の中で届けさせてもらって、なんかね、この痛みをなくすためにすごく大事な知識だったりとか、いろんなものを届けさせてもらってます。もしね、痛みを解決したい、その時にやっぱ情報がないと、痛み止めを使っちゃったりとか、情報がないっていうのも一つの、これは治すってところの一つの過程だと思ってください。痛みを改善していくための一つのきっかけとして、ぜひね、この動画を見ていただければなと思っていますし、もしね、痛みを知った上で改善していくで時に関しては、私もね、緩める、鍛えるっていうね、この MSM メソッドってやつをやらせてもらってて、一応全国にね、店舗展開させてもらってて、整体院復活ってやつをやらせてもらってますので、ぜひね、気になった方は概要欄の方に店舗の情報貼っておきますので、そちらの方からぜひね、電話もしくはメール、 LINE でですね、問い合わせして、ぜひ LINE してみてください。はい、ということで今日はこれで終わっていきましょう。今日の話よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとコメント高評価いただけるとすごく励みになるので、そちらもよろしくお願いします。あと先ほど言いましたけども、店舗のね、情報概要欄に貼っておくので、ちょっと痛みをね、しっかり改善したいということであれば、ぜひ下の方チェックしてみてください。では今日はこれで終わっていきましょう。ぜひね、痛み止めの知識を知って、しっかりね、活動性上げてください。では今日はこれで終わります。今日もご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。